追い詰めた。鹿とかイノシシなんてただの害獣だぞ。撃った獣をあのまま捨てていくのはいつまで経ってもなれないっすよ。え、また山？大丈夫、もうやるって決めたから。あの村じゃあいつは特別なんだよ。昔から伝わる山の神様なんだ。